これさ、うん、ね、マッキーね、捕まえたことあるよね。え、噛むよ、噛む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 。でもまあちょっと痛いぐらい。別にその血が出るとかのものではない。一応肉食だから。肉食？小さなアリだとかの昆虫を食べて生きてる肉食なので、それなりに歯は牙っていうほどじゃないけれども、それなりの歯を潰せる。失敗して、別に飛んでるの？噛める。落ちるのよ。怖い。本当に石頭じゃん。おお、おお、ほら、ガイ、そう、これ、ほら、ガイ、これがなったらね、出発で、ちょっとね、プーって大きい音が出るからね、これもね、ちょっとびっくりするかもしれんよ。これがね、ガイ、下り坂は分からないってこと、止め方が分からないってこと、引っ張る、ほら止まるんだよ。うんだって、ちょっと今までは引っ張ってよ、ね、時速 2,3 キロ。子供たち、歩いた方がいいんだよ。歩いてないよ。お仕事降りてきて。さっきよりペース上がってるな。もうちょっと前で、もうちょっと前で、もうちょっと前で、前で10秒かけてきたんだよ。じゃあこちら左手ね、左側はひな壇があります。一番下の壇のね、カトレア、カトレア ね、 ね、2列目がどうか。はい、どうどうどう、よし、はい、止まりました。よし、ではこちらがね、終点になります。はい、OK です。はい、OK。はい、OK。はい、どうもありがとうございました。飲み物買って、それじゃ、この池がですね、沢をせき止めて作った人工湖で、深いところで最大皆さん5メートル深さありますので、物を落とされないよう気をつけてくださいね。ちなみにこの方でほとんど沖縄県民のお客さんが多いと思うんですけど、旅行できたお客さん、水源の上に実がなってるんですけど、パイナップル違いますからね、香りがお客さんチョコレートなんです。甘い香り、せっかくなんでお客さん、そのためにこれくっつけたんで、香りしたら一応コチョウランから、まあ、デンファレン、カトレア、サイゼリアス置いてるんですけど、こういう着物をつけて女性のお客さん記念撮影したりという方、沖縄県いろんなところやってますけど、その中うちも一応やってるんで、また興味あるお客さんはガーデンセンターの方でうちはやってるんで、興味ある方また頭に入れておいてくださいね。
遠足で来た場合はそういうのも提供しているんで、お兄ちゃんお姉ちゃん今度遠足先生がどこ行きたいって言ったら即ビオスの丘行きたいって言ったら、つまり決まるからね、一応覚えておいてね。